参議院補欠選挙立候補予定者佐藤秀一さんにお聞きします。はい、テーマは労働政策です。はい、はい、そうですね、労働政策、まあ私も、まあ、広島県庁時代労働組合の、ね、役員もずっとさせていただいておりますし、今広島市役所の非正規職員の皆さんとね一緒に、まあ、労働組合に入っています。まあ、会合関係のね労働組合に、ね入らせてねいただいて、まあ、活動させてもらってます。まあ、だから社会人になってからねずっと組合ではね活動させてもらってますが、そうですね、まあ、この20年間やっぱり感じることは、結局その給料をね経営者側が給料を下げることでね、まあ、利益を出すというかね、そういうことになっちゃって、その、ね、全体のそのね、実態のね生産性を上げるとかね、そういうことじゃなくて給料を下げて儲かると、だから乾いたタオルを絞り上げるようなことをして、だから新しいことを工夫するとかそういうことじゃないというのがね、で結局日本の場合非常に経営者生産性というかそういうものが低いというかね、これがありますよね。だからこれね民間だけじゃなくて、もうむしろね公務というかね国とか自治体がひどいですよね、やっぱりね。もうだからそのブラック企業をなくせっていうけど、その国や自治体が一番ブラック企業みたいな状況に今なってるというね。だからその民間をね指導するって言ってもまあ難しいですよね、それはね。今ね、まあ、新型コロナウイルスのことで、まあ、非常に何て言うかな、まあ、皆さんね悩みを抱えて相談に、来られる方ね多くおられますよね。役所の窓口とかね、婦人相談員とかね、まあ、DV 性暴力被害とか、まあ、ハローワークとか、まあ、そういう相談がね非常に多いわけですけど、でもその相談を受ける側もね、まあ、非正規だったりとかね、まあ、あと学童保育のね、先生方もね、まあ、非常に今大変な状況ですけども非正規でいらっしゃる、まあ、保育園なんかも本当ね非正規の方が多いし、使い差別、それから使い捨てですよね、相当やっぱりね拝見してましてね、よく勉強されてね高い専門性もお持ちなんだけれども、普通 のそのねじゃあ正規公務員と比べたらはるかにね低いような労働条件で、こき使われて使い捨てにされているというね、まあ、そういう状況ね。で、まあ一応なんか会計年ね任用職員、まあ会計年度任用職員っていうのはできたんだけれども、じゃあボーナスができたと思ったらボーナスのね分だけ基本給が下げるとかね、まあ、そういう話もケチケチっていうね、状況もあるし、あと、まあ、民間委託ですよね、まあ、何でもかんでも民間に委託してしまう。で税金がそれ安くなるかといったら大間違いで、結局民間に委託したら、まあ、その分じゃあ委託を受けた側は儲けなきゃいけませんから、逆にその分ねコストが上がるとかね、まあ、そういう状況とか、まあ、具体的に言っちゃうとね、まあ、竹中平蔵先生のね、会社とかね、まあ、委託をよく受けるところでますよね。まあそのやっぱり国とかね地方自治体がね今こそ率先してやっぱり労働条件ね、抜本的に改善すると、だ非正規のね、使い捨て差別をね、まずやっぱり国会議員でできるって言ったら一番ね最初にできるって言ったら国とかねのそういう公共な部門のね使い捨てをやめさせると、でやっぱりその民間企業っていうのは公務員選挙でね労働条件とか決めてきますんで、やっぱり国がしっかりしたらじゃあ人材を取られまいとして、じゃあ民間企業もねしっかりするし、じゃあ、まあ、一定程度ねじゃあ給料を上げるとなったらじゃあどうするかと、じゃあ給料を出せるようにねじゃあ新しい、ね、分野をねしっかり開拓するとか、まあ、技術開発をして生産性を上げるとかそういうね方向性、できるというふうに思います。まあ、あとはもう一つね、消費者側も、ね、気をつけていただきたいのがやっぱり安かろう悪かろうでいいのかっていうね問題ですよね。じゃあ安かろうでやってたら安ければいいかって言ったら、そしたらじゃあ労働者がね低い給料で、まあ、使い捨てにされると、で疲弊していくっていう、
まあ、そういうこともやっぱりね、まあ、労働者、我々労働者でもあるんだけど、まあ、消費者でもある。やっぱりそのじゃ労働を、ね、提供してくれる人に対して、じゃ思いやりというとあれですけどね、あ、じゃあこの人も労働者なんだなというね、まあ、そういう思いやりというとあれですけど、連帯感というかな、まあ、そういうものをねやっぱり持ちたいなというふうに思いますね。まあ、もう安い給料で、ね、じゃあ早くせ早よせ早よせとか言ってね、せき立てるとかね、ちょっとねそこはね立ち止まってね、この人本当に低い給料でね、じゃあガンガンねやってくれてるのにねっていうところですよね、やっぱり。まあ、お互いね、まあ、労働者同士が足を引っ張らないという、まあ、ヨーロッパなんか行ったらね、ストライキしててもね、あ、いいよみたいな、ね、感じなんですよ。日本だったらなんか迷惑だなって、もう今頃ストライキさえないじゃないですか。でヨーロッパなんか行ったらね、まあ、それこそ女性がね差別されてるから、じゃあ女性労働者一斉にねストライキとか、スペインなんかこの間もあったわけですよ。まあ、日本なんかでね多分容させんですよね、労働組合ね、そんなことはね。やっぱりそこら辺ね、お互い思いやりをね持つというかね、まあ、そういうところは、まあ、にこれちょっと日本特有かもしれませんけどね、消費者としてはねちょっと選ぶるけど、自分が労働者としての時はね権利を主張しないし、権利を主張させないみたいな、こういうのはねちょっと改めた方がいいんじゃないかなというのは、最近、感じるところです。まあ、私はやっぱりでも、まあ、とにかく非正規労働者の差別、使い捨てはね絶対に許させないと。僕も県庁時代に非正規労働者の雇い止めの裁判を応援させてもらったことがありましてね、広島からね大阪地裁までねもう15回連続で駆けつけました。一審がね敗訴で、やっぱり二審でねひっくり返ったんですよ。ちょうどね民主党の政権交代の直後でした。やっぱりね、そういう国会の状況が変わるとね、まあ、裁判官もね変わるっていうかね、法律変わったわけじゃないけど、やっぱり雰囲気、時代の雰囲気が変わったらやっぱり裁判官も変わるんです。やっぱ昔はその例えば判例でも女性を差別するのが公序良俗に反しないとか言ってね認められた時代があったんですよ。そういう判決が、でそういう時代あったんですよ。信じられない判決でしょ。だけどやっぱり時代の雰囲気変えればね、変わってくるん でさらにねきちっと法律を変える、やっぱり差別ね使い捨てね、こういうしたところにはねやっぱり罰則を設けるって、今多分罰則はないんですよね、有効な、やっぱりその罰金とかね、まあ、場合によっては責任、経営者が捕まるとかね、それぐらいのあれをしないと実効性が湧きませんので、一応差別はいけないって法律はあるのはあるんだけど、罰則はないから有効性がない、まあ、そこら辺も含めてね国会でしっかり取り組んでいきたいと思います。まあ、以上です。質問します。はい、実質賃金が下がり、はい、中間層の勢いが弱くなることによって、はい、日本の経済が弱くなってるんではないかという指摘に対しては、はい、佐藤候補はどのようにお考えになられますか。全くその通りですよ。まあ本当に、まあ、中間層って言ってももうガタガタになってるというかね、まあ、それこそ、まあ、例えば、ね、大学の学費の奨学金の支払いでね、まあ逆に言うとその一番ねその低所得、住民税非課税の人にはね、それは今免除になって、制度ができてきていますけど、まあ、いわゆる中間層の人も本当は苦しいのにそういう制度ないわけじゃないですか。そうするとじゃあ大学卒業した後、ね、返済しなきゃいけない、じゃあ他の消費ができないわけじゃないですか、じゃあ結婚するとかもできない、そうするとじゃあもう消費もないし、じゃあ新しいことに取り組もうということもねなかなか難しい。そうなるとやっぱり活気がね、経済全体の活気が落ちてくるんで、まあ、この、まあ、学費の問題はね、本当はね、ちゃんとね、もう教育の無償化をね、ちゃんとね、しておかなかったっていう問題もあるんだけどね、まあ、そういう状況のもとでまた所得が下がってると、やっぱりそういう中で人々の元気がなくなっているっていうのは、ね、もうあると、若い人の元気がなくなっているっていうのはあると思います。やっぱりしっかりやっぱりその、まあ、中間層のね、所得をね、中間層といったらあれですかね、まあ、ただもうここまでねガタガタになってしまったら、むしろねちゃんと本当コロナの中でも儲かってるね超大金持ちとは大手企業あるわけで、そういうところはねしっかり税金いただいてね、でやっぱり庶民に対しては、まあ、しっかりそういう学費の無償化というか、だって今大学って言ったってもうリモートじゃないですか、建物使えてないんだからね、
まあ、そういうことも含めたらですね、そういう減免とかいうのもね、しっかりやってて、まあ、まあ、教育の無償化って本来はね、あの2011年とか、あの野田政権の時にね、あの実はもう、するというね、公約をしてますんでね、国際法上ね、うん、これしっかりね、取り組んでいくと、いうことにしていかんと、これはいけんのかなと。だから、まあ、中間層自体がね、あることはね、良かったんだけど、ただまあそれも常に崩れちゃって、ここを立て直すも難しいんでね、まあ、そういう教育の無償化とか、まあ、そういうとこからやっぱり若い人が元気になるようにね、やっていくっていうしか、まあもちろん年配の方もね、医療とかの負担、不安はありますよね、まあ、介護とかね、まあ、そういうやっぱ暮らしの不安をね、なくしていくと、ね、若い人も年配の方も、ね、暮らしの不安がないようにしていくっていうのは、どういう雇用形態であっても、どういう収入であっても、ね、中間層がもう一回崩れてしまった以上、まあ、そうしていくしかないのかな。だから中間層がね、厚かったのはね、良かったんだけど、それ崩れてしまったんでね、そこへの対応して、まあ、やっぱり時間かかると思いますよ。あのやっぱり社会がまた安定というとあれですけど、生活に不安がないようなね、どこに戻っていくっていうのはね、まあ、いろんなものをね、組み合わせていかないと、もう非常に難しいと思います。まあ、それぐらいもう、ここ20年、30年、日本を壊してしまった。特に自民党ね、あるまあもう個別の固有名詞挙げたら竹中平蔵さんあたりがね、崩してしまったってことだと思います。まあ以上です。ありがとうございました。